のスポーツコーナー勝ち癖、今日の担当は野村です。そして今日は元千葉ロッテマリーンズで日本代表としても活躍された里崎智也さんと一緒に勝ち癖をお送りします。よろしくお願いします。お願いします。それではカープの話題、今日のテーマはこちらです。じゃじゃん、クライマックスシリーズ直前スペシャル下克上はこう戦えということで、はい、このテーマ、説明していただくのに里崎さんぴったりなお方なんです、うんうん、でその理由というのが2つありまして、うんうん、まず1つ目、それがこちらです、はい、里崎さん順位予想なんですけれども、うんはい、元カープの OB 以外では唯一と言っていいカープ1位予想、はい、はい、こちら私たちとしては、ね、非常に勇気をもらえた予想だったんですが、うん、でも当たってたでしょ。はい、そうですよ。伊達に毎年プロ野球見てきてないんですよ前年の順位とかで語らないんですよ、はい、もういや正直ここでも良かったんですけど、若干ね、シーズン中怪しいところがありまして、まあ、2位に落ち着いたなっていうところありますけども、まあまあ僕の中では順当ですけどね。はい、いや本当にまずもってシーズンが始まる前にこの1位というところにね、予想をしていただいたというのが本当に心強い。って何だったんですか。まあ、今期はですね、まあ、昨年のシーズンで考えると交流戦借金8で負け越しちゃったんですけども、セリーグ相手のシーズンでは5割で終えてるんですよね。はい、そういったところを考えると交流戦さえなければ A クラス入りも果たしてたし、終盤やっぱ床田の怪我が痛かったんですよ。ありましたね。あれがなければ交流戦借金あったとしても3位までには入れてたんで、そこを考えると A クラスは間違いないと。でその上積みでどこを行くってなった時に、さすがに大瀬良、栗森下、今年は頑張ってくれるんじゃないのかなと思いましたけどもね、ちょっと若干怪しかったですけどもいやいやいや、はい、まあ、でもしっかり頑張って ね、あの2位になれたっていう、やっぱ強さは僕は去年からあるなと思ってたんで、あと新井監督同級生、初めて監督なんで、そうですよね、まあ、そこは期待も込めてね、頑張ってもらいたいと思いで1位にしましたね。新井監督とはですから大学時代から、そう、大学時代も日米野球で一緒にアメリカも行きましたし、はい、ドラフトも同じ98年ドラフトだったん で、北京オリンピックも一緒に行きましたし、はい、もうそれはもう頑張ってもらうしかないですよね。いつもは新井監督のことなんて呼ばれてるんですか。新井ちゃんって、新井ちゃんもうそれだけ新井監督とももう精通されていて仲もいいという里崎さんですから、なおさらね、こうチームの内容事情とかも含めて、はい、これだけねカープの順位というところもまた期待の持てるところに行っているわけですけれども、はい、今シーズンは交流戦9勝9敗で来て、いやめちゃくちゃ、まあ、最低でも5割でいけばいいなと思ってたんで、はい、これはもう本当に想定通りですね、僕の中では。やっぱタイガースがちょっと大きく連勝したっていうのもあったんでね、カープが悪かったっていうのもちょっとタイガースが良すぎたなっていうところもあるんで、戦い方自体は僕は問題なかった1年間だったんじゃないのかなと思いますね。そんな中で同級生の新井ちゃんこと新井監督、はいはいはい、今シーズン実際にこのシーズンを戦っている様子というのを見て、はい、うん、1年目の監督としてはどうご覧になっていましたか。いやめちゃくちゃ堂々としてましたけど、うん、でもなんかあのベンチでは、はい、若干ファンかなっていうぐらいのあのリアクションの大きさありますね、はい、まあ、でもファンの皆さんはね、はい、ちょっと同じ気持ちをねこの新井監督と同じ気持ちになれるっていうこれはもう後ろのファンの人よりリアクション大きいですね、はい、確かに二の一番にこの後、はい、一番高く飛んでるのが新井監督じゃないかという説はありますねなかなかいないですよここまで監督は。だからまあ、はい、新井ちゃんって純粋ですし、はい、裏表ないですし、そういったところではもうね、表現通りに、うん、かなり今年結構ねああいう姿ありましたけど印象的でしたね。いやー、はい、監督の雰囲気の良さっていうのが新井カープを作り出したのかもしれないですよね、うん、はい、一方で選手の活躍で印象に残っていたのは、まあ、印象に残っているのはやっぱりそのベテラン選手が復活したなっていうところで、はい、まあ、このね田中康介選手、野村選手、中崎投手っていうところのこの3人が今年、まあ、一気によみがえっていい働きしたなっていうところは新井監督になってからの采配結構印象的でしたね。まずは田中康介選手ですけれども、もう試合数だけでも100試合を超える。そうですね、まあ、小園がねちょっと開幕投手は出遅れたっていうところもありますし、ショートを守ったり、あとサードを守ったりっていうね、はい、ところもありましたけど、結構いいところでのホームランね、成績で見るとちょっと低いかもわかんないですけど、印象的な一本で、ね、ありましたね、一発っていうところではかなりチームの勝利には貢献したかなっていうところもありますしね、はい、長打力結構大きかったですよね。満塁ホームランなどもありましたし、やっぱり決めてほしいところで打ってくれるっていう、そうですね、だから本当にね、まあ、スタメンで出てもよし、ベンチにいても新井監督としては頼もしく自信を持って送り出せるっていうところでは大きかったですし、うん、まあ、野村投手もね、勝ち星は一緒ですけど、もっと勝っていい試合ね、結構多かったっていうところがこの防御率の 1.16 を物語ってると思うんですよね。3試合連続で無失点の、ね、ピッチングもありましたしね、うん、
あとは中崎投手、いやこの大きかったですよね、うん、リリーフっていうところでちょっとね、あの栗林投手がバタバタして2軍落ちたりする時もありましたけど、はい、このベテラン中崎投手がリリーフに入ったことによってより厚みを増したっていうところでは、このベテラン3人の頑張りは非常に大きかったですし、新井監督の采配も印象的でしたね。あと新井監督が監督に就任してますぐぐらいに、はい、キャッチャーで坂倉選手をもう専念させるって言われたじゃないですか、はい、うん、やっぱりキャッチャーご出身の里崎さんに伺いたいんですけれども、はい、このキャッチャー坂倉選手の今シーズンというのはいかがですか。そうですね、ちょっとやっぱりね、ずっとやってなかったんで、はい、そう考えるとシーズン前半はちょっとね、打撃の面でも守備の面でもバタバタしたかなっていうところは大きかったですけども、まあ、中盤以降はしっかり落ち着いて守備の面でも攻撃の面でも結果を残せたっていうところでは、まあ、慣れてきた部分は大きいんで、まあ、今年ね、いろんなところの問題点あったと思いますけど、来年に向けてはさらに期待値も深まりますし、やっぱり坂倉がキャッチャーじゃないとね、チームがもっとね、世代交代も含めて総力をアップするにはやっぱ野手よりキャッチャーっていうところは大きいと思うんで、これはもうだって僕言ってるんですか、次の2026年 WBC、はい、坂倉行きますから。おお、正捕手として、いや全然行きますよ、連続世界一に向けて、はい、間違いなく日の丸をつけることは僕はもう順当に行けば間違いないと思うんで、もう一個だけ聞いていいですか、はい、クライマックスシリーズ、はい、キャッチャーとして臨むことになるじゃないですか、はい、おそらくまあ初めての経験という感じになると思うんですけれども、はい、何か心得みたいなものありますか。心ですか、うん、まあでもやってることやるだけなんでね、所詮野球やるだけなんでこれいきなりクライマックスからソフトボールやれって言ったら難しいですよ、はいはい、でも野球やるだけなんで、あんまりいろんなことを考えないで、はい、ね、もうそれこそ今までやってきたことを同じようにするだけですね、気負う必要は全然ないと思いますね。そんな新井監督が就任して直後の采配、坂倉選手について伺いましたが、うん、シーズン中の采配で気になった点はありますか。まあ、気になった点で言うとですね、やっぱり大きかったのは、まあ、栗林投手、ね、あ、まあ、ちょっとこう前半不調だったりしながら、はい、ね、こう登録抹消もありましたけども、まあ、この一軍に来てからも、まあ、もうちょっと完璧になるまで僕は抹消しててもよかったんじゃないのかなと思うところもありましたけども、ね、このリリーフっていうところで調子を上げていく使い方っていうところが、はい、まあ、最後は矢崎投手との、ね、はい、2枚看板っていうところにもなりましたし、シーズン後半に向けては大きな、ね、この立ち直り方っていうのも素晴らしいじゃないですか。すごいですよね、この選手を信じる力っていうのもこの栗林投手にはやっぱり勇気にもなっただろうしね、シーズン終盤の大きな好調の結果にもつながったんじゃないのかなっていうところは印象的でしたね。1年目の監督で、まあ、守護神として期待をしていた選手がなかなかうまくいかないって結構不安もあるのかなと、うん、いやめちゃくちゃ不安もありますけど、やっぱりこの守護神っていうのはちょっと扱い方が表現悪いですけど面倒くさいんですよねこれ落とすと、リリーフの中で守護神だけ降格って言われるんですよ。あ、確かに8回が7回になって7回が6回になっても何も言われないんですけど、はいはい、9回が8回になっただけで降格って言われるんで、そこでやっぱりプライドも保ってあげなきゃいけないですし、帰ってきた時にまたそこをどうするかっていうのも考えなきゃいけなかった時に、それ非常にデリケートで難しい問題だったんですけども、そこはやっぱりこの新井監督の、ね、人柄っていうところも、非常にコミュニケーションっていうところも、まあ、深みを増して、この栗林投手と この信頼関係がこの終盤の、ね、頑張りっていうところにもつながったんじゃないかなと思いますね。選手としてもそういうふうに監督が接してくれたら、やはり意気に感じる部分は、それはもちろん感じますよね。でしかも調子が悪いのも自分自身分かっていることですから、うん、その中でもやっぱり信用してくれてるっていうね、自分の近くにおいて悪くても使うよと、うん、でも大事なところを、ね、最後は任せるからそこまで踏ん張っていこうっていう、そう信頼関係っていうのが今年は特に目についたっていうかね、よく理解あったなっていうところはありますよ。そして4番打者についても采配気になったと。そうなんですよ、このね、4番に菊池、上本とか結構びっくりするようなオーダーあったじゃないですか。ありました。だからこのね、固定概念にとらわれず、はい、このね、打順っていうのは点を取るために使うと、そのためには誰をどの順番に置けば得点が入るのかっていうところを考えた作戦、これは藤井コーチとともにね、多分考えた作戦だと思いますけども、そういったところではこの4番菊池、4番上本、しかもまたいい活躍したんですよ、4番に入った時にね、そうなんです、はい、でそういったところではその形にこだわらない、どうやったら点を取れるかっていうところを重きを置いたこの4番ね、これだけの選手が4番打ってますから、そういったところではかなりね、印象的でしたね。あと終盤は堂林選手が4番に入ることも多かったと思うんですけども、はい、シーズン終盤ちょっと、まあ、結果が出てないところもあって、はい、練習時代で盛り返しているところもあったと思うんですけども、はい、クライマックスシリーズは4番誰かなっていう。4番はね、もう堂林ですね。あ、そうですか。里崎データこれ持ってきてるんですけど、はい、堂林選手、はい、対 DeNA に3割1分1厘おーホームラン2本、はい、しかも対左には3割1分8厘とおお、東今中じゃないですか、はい、で DeNA じゃないですか、はい、もう一番カープの右バッターの中で
一番打ってるんですよ。なるほど。エディエに対しては、はい、これはもう4番ですね。ああ、もう得点も期待できるし、はい、この堂林選手がいれば山崎さんね楽しみな部分多いですよね。そうですよ、もうこうやってデータまで出してますから。そうなんですよ、もう数字は嘘つかないんでね僕の主観で言ってないんで、これは基本でも基本佐々木さんデータに基づいて言っていただいてるんですよね。そうなんです、基本はデータで、はい、だから本人もやっぱりこうねいい印象あると思うんですよ、はい、DeNA に対しての、そういったところではその甲府町を度返しした結果っていうのが期待できると思うんですよね。ちょっとね堂林選手すごい注目したいですよね。そうですよ、うん、クライマックスシリーズの日程がこちらです。はい、映りますかね、うんうん、はい、明日から始まるのが2戦先勝のファーストステージ。勝ち上がれば阪神が出迎えてくれるファイナルステージへの進出が決まります、はい、カープは2位から日本一を目指す下克上の戦いとなるわけなんですが、先ほどのね、はい、新井監督の会見も佐藤さんお聞きになっていかがですか。今らしいですよね、らしい、はい、ああいうユーモアがあるところがね、そうですよね、ま、選手との距離も近めて、ね、チーム一体感になりやすいですよね。今永投手に向けてウインクしてましたもんね、まあ、そんな DeNA と戦って、はい、その先にはタイガースが待ち受ける、ね、下克上の戦いが待っているんですが、です、ね、それが里崎さんが今日こちらのテーマにぴったりなもう一つの理由なんです、はい、こちらをご覧ください。2010年のパリーグクライマックスシリーズファーストステージ、3位でこの戦いに臨んだマリーンズは4点を追いかける9回、2点を返しなおもチャンスで里崎さんの打席。この2点タイムリーで同点に追いつき初戦を制すると、翌日の第2戦は1点を追う9回、今度は里崎さんの同点ホームラン。勢いに乗ったマリーンズはそのまま日本一まで駆け上がり、史上最大の下克上を完成させました。さあ山崎さん、里崎さんがいかにぴったりか分かりましたか。いやー、もうだってまさに今のカープも2位からの日本一をやっぱり目指しているわけですよ、うん、そうですね。つまりはやっぱりこの下克上を知っている里崎さんであれば、うん、カープが今からどのようにしたら下克上できるのか、うん、そのポイントを教えていただけるってことですよね。それはもちろんそのために来てますから、はい、本当に急遽ご依頼して、はい、たまたま空いてた、たまたま空いてて、はい、日帰りで、今日もうこれ終わったら帰られる帰ります、はい、そのためだけに我々県民の広島の皆さんに教えていただきたい、はい、来ていただいたというね、はい、いや本当心強いですよね、はい、里崎さん改めて当時の映像を振り返ってみていかがでした。そうですね、まあ、多くの人がね知らないと思いますけども、僕がもっとプロ野球選手だったっていうことがねご理解いただけたと思います。そうですね、結構すごかったんですよ、もしかしたら YouTube だけとかの方は、はい、普通にタレントさんだと思ってらっしゃったかもしれない、ね、野球大好き芸人だって思ってる方もいると思うんですけども、はい、ちゃんと元プロ野球選手でした、いや、そんなすごいプロ野球選手、はい、元プロ野球選手に解説してもらえた、はい、私とかは知ってますよもちろん、いや里崎さんは2010年だけではなくプレーオフとして行われていた2005年にも2位からの日本一を経験されているんです。まさに下克上のことなら里崎さんに聞けというような方なんですが、里崎さん、ペナントレースとクライマックスシリーズの戦いの違いってあるんですか。でも違いはやっぱそんなにないんですよ、結局は同じ野球をしていくんで、はい、でもやっぱりこのね今思うどうやったら下克上できるんやとか、はいはい、日本一に向けてとか、はい、もう一番ダメなパターン、めちゃくちゃ気合い入ってましたよ我々、いやいや初戦2位なんですから、ね、そんな勝つぞなんておこがましいんですよ。確かに勝ったらラッキー、あ、謙虚に、謙虚にですね、はい、ただいさえ1位のチームはプレッシャーかかってるわけですよ、はいはい、1位で出たのに負けられないっていうね、それはカープが3連敗して1位で出た時もそういうプレッシャーだったじゃないですか。それで1位で出たのにクライマックスシリーズ負けられないぞっていう、ね、はい、1位のチームがプレッシャーあるのに、はい、2位3位がプレッシャー持っていってどうするんですか。確かに勝ったらラッキーね、それチャレンジャーなんだぞっていう精神が大事。そうそうそう、そんなもんね勝たなきゃみたいなプレッシャーね、そんな重荷は捨てましょう。むしろじゃあやった久しぶりの5年ぶりの CS が地元で見られるよ、はい、そうそうそう、楽しんでいこうぜ、楽しんでいこう。あんだけダントツゲーム差つけて1位になった阪神が負けたらギャグだねぐらいの気持ちが気持ち、ね、はい、いくとスッとねプレッシャーなく戦える、はい、まずは。でも逆に今3位のベイスターズがそういうよっしゃ楽しむぞっていう気持ちで行って
もしもそれがカープにとってはちょっと不利な感じになったりとかしないかななんて心配にもなるんですけど、ええ、普通にやって2位なんでしょ、はい、3位のチームに負けるわけないんですよ。なるほど。そもそもそっか、はい、心配しない。3位に負けたらどうしよう。いやいやいや、3位こっちカープ2位、はい、普通にやったら勝つんですから、そんな負けたらどうしようなんて考える必要ないんですよ。確かにこのデータを見ても、はい、そうですよね。言うなればベイスターズ戦にはもう勝ち越してます し、はい、しかもマツダスタジアムでの今回対戦ですから、あーはー、わー、どちらのデータを見ても強いですよね、うん、確かに。そうですね、一応ね、いい感じ、いい感じ出てます。まさに里崎さん言われるように、はい、もう強い気持ちでと言いますか、はい、もう楽しんで、はい、普通にやったら勝つんですか。勝てるぐらい楽しんでいける。でこれちなみに2位と3位、佐々木さん、はい、両方から日本一なってるじゃないですか、はい、これどっちがこう日本一へ戦いやすかったみたいなこと。どっちも一緒ですよ。あ、所詮1位じゃないですから負けたらオフになるだけですよ。なるほど、はい、それだけの違いで、まあ、ちなみに僕の経験で言うと、はい、僕はあのファーストステージで負けたことは1回もないんですよ。2位で出ても3位で出ても、だから5年、7年、10年、13年とファーストステージで負けたことはないです。そうか、まあ、でもそれぐらいどっちの順位でいったとしても、はい、もう全く気持ちとしてはもう楽しんでじゃないですけども、やった方が気楽でいいと思いますよ。そんなプレッシャーかける必要ないんで、ね、もうこれ説得力ありますね。説得力ありますね。その負けなしの里崎さんが言うんですから、はい、でそんな中お待たせしました。里崎さんにクライマックスシリーズの戦い方をまとめていただきました、うん、こちらです、うん、勝ちたい気持ちを前面に出すな、勝ったらラッキー。先ほど説明していただきましたが、はいうんはい、この真意というのはこれやっぱり上に行けば行こうとプレッシャーかかるんで、勝たなきゃいけないと思ってる方と、よし楽しくエンジョイベースボールって言ってるところだと、やっぱりエンジョイベースボールの方が気楽でいいじゃないですか。そういったところでは無理に力まず普段通りのことやって、で躊躇するのは思い切っていけと。もうそうです、捨てるもの何もないですから。これですから新井監督がシーズンの当初から例えば盗塁のこととかでも言われてましたけども、うん、失敗を気にせずにまずは行くんだみたいな。そうそうそう、ガンガン行けばいいんですよ。普通にやったら負けるんですから、もうガンガン行けばいいんですよ。はでダメだったらオフになって温泉とゴルフに行くだけなんですよ別に、ええ、しかも2位3位なんですから、はい、負けたら何やってんだって言われることないわけです。確かに1位だったらまたちょっとね話が違いますけど、1位だけちょっと変わりますけども、はいはね、本当に気持ちがだいぶ楽になって、うん、楽しみな方がね、はい、大きくなってきましたね。本当にね、勝利に固執しすぎず、うん、自然体で、私たちも普段通りの応援の全力で、うん、いいですから、はい、ファーストは2位勝つんですから、勝ったらラッキーぐらいの気持ちで応援していきましょう。さあ CM の後はベイスターズ攻略法を里崎さんに伺っていきます心強い今日はクライマックスシリーズ突破へ向けて里崎さんをお迎えして解説していただいています、はい、で下克上で日本一にということでテーマにやらせてもらってますが、はい、そのためにはまず明日から始まるベイスターズ戦を突破しなければいけません。でここから里崎さんにそのベイスターズ戦の攻略法を聞いていきます。でベイスターズの予想される先発投手がこちらの2人です。でちなみに第1戦はもう東投手で予告先発されていますが、はい、今シーズン投手2冠の東投手、そしてエース今永投手の両サウスポーです、カープも苦しんでいるこちらの投手たちですが、まずは東投手を攻略するための攻略法はどういったものなんでしょうか。攻略法ですけど、今年完璧に抑えられてるんですよ、はい、あの6試合先発されて、はい、6クオリティスタートで4勝0敗、はい、被打率2割1分と完璧に抑えられてるんですよ、そうなってくるともう何かに絞って打つしかないと思うんですよ。球種を絞って、だから基本的にはインコースに、右バッターだったらインコースに速く、アウトコースにチェンジアップを遅くっていうところもなってきますし、はい、左バッターにはね、この対角線クロスの球っていうところが来るんで、はい、こうどっちつかずになっちゃうと、このインコースは詰まる、見逃す、はい、外はもう泳がされるっていうところになるんで、もう思い切ってどっちかに絞るっていうね、こうどっちも終えると、もうこの映像のリプレイを明日見ることになりますからね。全然打てないみたいなことになっちゃう、はい、どっちも終わっちゃうと。だからそれはチームっていうより個人としてどっちが打ちやすいか、インコースの速い球を自分の方が打ちやすいな、外の緩い球の方が打ちやすいなっていうのはチームとしてじゃなくて、もう個人で自分が対応しやすい方にその球種に山を張って対策するっていうのも一つの手かなっていうところありますね。そういうふうに各打者に任せるっていうようなこともあり得るんですか。やっぱその苦手な方をチームで統率しても、うん、
苦手なのにって思うとそんないい結果生まないじゃないですか、だからもう傾向はこうありますよと、でその中で自分の好きなのを選んでそれで勝負していこうと、打ちやすい方が一番いいわけじゃないですか、だからあんまりチームとしてじゃなくて特に短期決戦は個で傾向だけ出して個で自分の打ちやすい方でいいよと、こういう傾向だけありますよっていうのを出すっていうところも大事になってくると思います。全部終わりないことですね、あ絞る、はい、僕とかでもソフトバンク和田杉内の時は、はい、やっぱりどっちかに絞って対応してたんで、へやっぱ全部いくと打てないんでね、そんな簡単なピッチャーじゃないんで、はい、では一方で第2戦の予想先発今永投手はいかがでしょうか。今永投手は何気にマツダスタジアムで被打率2割組むとカープは打ってる、はいはい、ただチャンスで1本出てないんでちょっと得点が入ってないですけど、はいはい、松田では今永選手攻略できてるんで、うん、なんか東投手よりかやっぱり今永投手の方が打ててるイメージは確かにあります、はい、データ上は打ててるんで、はい、あんまり考えないでシーズン中のように戦いながら勝負どころで、まあ、作戦してもいいですし、うん、点を取る采配もしくは自己犠牲のバッティングが必要になってくるかもかんですね。でも今永投手の方が東投手よりどっちかっていうとストレート系の方が多いんで、やっぱりストレート系にしっかりタイミングを合わすっていうところは大事になってくると思いますね。うん、それではベイスターズの先発について説明していただきましたが、一方でカープの予想される先発投手がこちらです。床、はい、田投手が第1戦、第2戦が森下投手、こちらも新井監督が明言されているということなんですが、はい、やはりこの2人にかかる期待というのは大きい。いや大きいですね。これでも表にあるように床田投手は今年ベイスターズに対してかなり相性よく抑えてますし、はいはい、でも相手で言うとね、牧宮崎のタイトルホルダ ー、はい、ちょっと心配じゃないですか、はい、でも牧がですね、はい、対 DeNA2割3分8厘とセリーグの中でワースト2位なんですよ。打ててないんですよ、カープに対しては、はい、しかもマツダスタジアムでは2割8厘しか打ってないんですよ。全然、はい、でしかもホームランも4本、打点も6で OPS が716と対、ね、球場の中でマツダが一番成績悪いんですよ。お、はい、かなり有利なデータ、有利な、ね、展開です。で宮崎選手はセリーグ相手の中でカープに2割6分9厘と一番打ててないんですよ。しかもホームラン1本、はい、打点6もセリーグの中ではワースト。で松田では2割7分5厘、ヒットはちょっと上がるんですけども、ホームラン0本の打点3で OPS は6.8なると長打打ててないんで、結構相手の主が松田では打ててないんですよ。いやもうやっぱりこれは広島県民、カープファンのあの応援というのがやっぱりベイスターズをしっかり苦しめてですよね、抑え込んでるという、はい、しかも対戦ね、チームとしての対戦成績もいいですし、はい、これを言うたびに東京から来たんですよ今日ありがとうございます、素晴らしい、スタッフ一同今カメラの裏側でもみんな拍手ですすごいね、え、はい、ありがたいデータがね、皆さんに対しても相性は良さそうですが、やはりカープの理想的な勝ち方っていうのは、まあ、理想的な勝ち方はやっぱりロースコアですね。やっぱ東今永に打ち合いではちょっと厳しいですよね、はい、だからこの床田森下がやっぱ先発ができる限り引っ張って、大瀬良栗がリリーフ待機っていう情報もありますけど使わない状況にしながら序盤に点をなんとか取ってロースコアで逃げ切るっていうところが、まあ、カープとしては理想的な展開になってくると思いますね。まあ、短期決戦ってよくこうあのキャッチャーの方のリードみたいなところも言われるじゃないですか、はいはい、カープ投手陣にもしキャッチャー佐々木さんされるならこういうリードするかなみたいなのありますか。今言ったように、はい、打たれてないんですよ。なるほど、同じようにで大丈夫です。シーズンと同様、はい、まあ、でも相手も考えてくるんでそこはちょっと観察しながらね、シーズン通りでいけてるかな、相手も考えてきてるのかなっていうのはちょっと感覚を見ながら勝負していくことは必要ですけども、大きく変える必要はないですね、まあ、データがしっかり抑えれてるんで。佐々木さんも実際にそういうクライマックスの時はやっぱり立ち上がりはちょっと様子も見ながら、はい、そうですね。しかもファーストは最大3試合なんで、はい、そんな駆け引きいらないんで、ファイナルになって6試合になってくると若干同じ投手も2回投げたりするんで、はい、駆け引き出てきますけど、もうそこまで駆け引きいらないんで、もうしっかりと、はい、しっかりいくだけです、行くだけ、はい、自然体でっていうのが一番大事なんですね、はい、続いては野手陣です。かつての里崎さんのようなクライマックスシリーズ男になるような可能性を秘めた野手を一人挙げていただきました。里崎さん発表お願いします。はい、小園選手ですね。この理由っていうのは何なんですか。まあ、今年の最終戦も猛打賞で終わってるんです、はい、結構調子よくシーズン終われてるっていうのもありますし、この表のようにベイスターズに対して4割とんでもない、もうめちゃくちゃ打ててるんですよすごい、こんなもうね、はい、安心感ある選手いないわけじゃないですか、心強すぎる。この間の練習試合、先日の練習試合でも5安打2ホーマーだったかな、か
かなりもう状態としてもいい流れで乗っていけそうなんですよ。しかも引っ張ってもよし、ね、あまり強引にいかないで逆方向っていうのもありますから、はい、そういったところでは広角にねいいバッティングするんで、かなりキーマンになるんじゃないのかなって僕は思いますね。ね、本当こう左ピッチャーに対しても別に苦にするバッターじゃないですもんね。楽しみな小園選手。いやね、そんな小園選手に今日お話を聞いてきました。はい、一発勝負で緊張しそうだなっていうのは、まあ、緊張すると思うんですけど、はい、イメージとかは分かんないです全く、はい、里崎さんが、まあ、打のキーマンとして小園選手を挙げてらっしゃるんですけれども、本当に嬉しいことだと思うんですけど、はい、プレッシャーがすごいんで、はい、怖いです。怖い。いよいよ明日から始まるクライマックスシリーズに向けて意気込みをお願いします。はい、もう絶対勝ちたいんで、まあもう個人の結果じゃなくて、はい、チーム勝てばいいかなと思うんで、はい、チームのために頑張ります。はい、いや里崎さんいかがですか。いや、何のプレッシャーですか。これクライマックスシリーズのプレッシャーなのか、はいはい、僕個人的なプレッシャーなのか、ちょっと意味ちょっとよく分かんなかったんですけど、もしかしたら里崎さんの方のプレッシャーが何かかかってるかもしれないですね。何のプレッシャーですか。そんな球じゃないでしょ。そうか、そうですね。でも子供として付け加えならば、得点圏打率対 DeNA 5割なんですよ。5割、半分はもうめちゃくちゃ、だからチャンスに回したいですよね。確かに、はい、これ打順も里崎さん的にはどうですか。1番なのか、1、2番じゃないですかね。いいですか、やっぱどっちにしてもね、なんて言ってもね、西川が、ね、はい、対 DeNA 4割1分4厘打ってる。あ、得点圏打率8割くぶく、3割8分くり、3割8分、だこの西川に、ね、回していきたいというところもあるんで、ね、東投手も今日前日の会見で注意したいバッター西川選手って言ってたみたいなので、一番打ってるのが西川なんですよ。これは相手も警戒してくる中で、うん、でも小園選手がその、まあ、前後にいれば、はい、またそうですね、ケガしなくて。でも菊池選手も3割2分4厘なんですよ。こうやって聞いていくと、はい、堂林が1割1分1厘でしょ、はい、小園4割、西川4割1分4厘、秋山2割6分5厘、結構打ってるんですよ。データとしてはしっかり、うん、はい、打ってるので、やっぱり自然体でいけそうですよね。そうなんです、あんまり気をすることなく特別感持ってやると逆にね、ちょっと外向きな試合になっちゃうので、あんまり気にすることはね必要ないと思いますけどね。さあ、ここでお知らせです。広島ホームテレビではクライマックスシリーズ第3戦が行われる場合生中継いたします。加えて今回は YouTube 勝ち癖カープチャンネルでもプレーボール直前から生配信することが決定しました。はい、もちろんピタニュー内でも試合直前のマツダスタジアムから最新情報をたっぷりお伝えしていきます。ぜひご覧ください。以上、勝ち癖でした。